皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエストビルダーズ2、続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、前回作った屋上のテラスですけれども、ここにたくさん人が集まってきています。みんなここでキャベツを食べている。ゴチ、微味であった。さあこれで、今回は、あの副総督が、何やらミッションがあるらしいので、この副総督に話を聞いてみましょう。こんにちは。クックック、ビルダーよ。あの、チャゴというおなごのこと、どう思う？どう思う？自分的にはジバコの方が好みかなという感じです。いつも前向きで何があっても諦めぬ姿、わしの破壊の意志を削ぐものがある。ほう。さて、あやつのためにも、胎児を育てる次なるお題を教えよう。皆の者、集まるがよい。おー、集まってきた。ミミズンも来てる。と、その前にだ。この地に教団が攻めてきたこと、一言詫びさせてくれ。ほう。あやつらが攻めてきたのは、わしの意志ではない。ここにわしがいるのはあくまで。あれ？ん？なんだ？皆さん、空を見てください。空。全く何も、いつもと変わらない青空ですが。おお、これは、ん、どうした？お、うお、あの実は、うお、なんだ、みんな、う、みんな怯えてる。あそこにも、あそこにも、ババンゴの実が。なんでババンゴの実が。それに、なんすかこの空。でもって、なんなんすかこの風は。あの実って最初の頃に、この島に来て最初の頃にありましたよね。土を泥に変えていたような。で、この空。うーぬ、おのれ。どうやらこれは、鎖風のようだ。ここしばらくは吹いてなかったのだが、鎖風。鎖風が吹くことで、ババンゴの実が現れる。この風こそ、島の土を腐らせる元凶なのだ。そうそうそう、それは、この風を放っておいたら、畑が全部ダメになるってことっすか。せっかくここまで来たのに、また腐った土に戻っちゃうなんて、そんなの絶対に嫌です。奴らは空気を取り込み、呼吸しておる。そして、吐き出す悪しき木が空気を汚し、島の土を腐らせる。それなら、身と空気を切り離せば呼吸が止まって身が壊れるんじゃ。ほう。風の元を立つことは今はできぬだろう。だが、ビルダーのキリアなら身を壊し風を抑え込めるかもしれぬな。ほう。そっか、ブロックで身を閉じ込めれば空気を遮断できるはずです。村にある5つの身を壊してください。なるほど。さあ、これで、あとここら辺なんかちょっと、ハートがたくさん集まってこれ。アップ。ビルドレベルを上げられるようになった。そしたらちょっとまあこんな時ですけど、せっかくなんでビルドレベル上げますか。これでレベルを上げる。こんな時にビルドレベルアップ。さあ、これでビルドレベル3。住人が種まきするようになった。お、種まきを住人が。おお。そして、さらに新しい仲間がやってきた。お、どうした？お。キリアはたくさんのレシピをひらめいた。お、丸太縦。尖った丸太。丸太横。木の足場。木の橋。木の橋。広場の入り口。木の窓。あ、窓がようやく作れるようになる。そして木の窓。板のベンチ、名前の壁掛け。お、住人の名前を書いて個室にできる壁掛け。部屋を使う住人を選べる。お、これいいですね。そして祭りの旗。お祭りの時に飾られる布でできた旗。へえ。キリアさん、俺たちビルダーとして成長したっす。俺たちも種をまけるようになったっすよ。これは、こんな時ですけど、さっきまで怯えていたこのポンペが。俺たちが種をまくには、まず収納箱に種が必要っす。あとは、カカシで作物を指定してくれれば、あ、カカシで指定できるんだ。へえ、なるほど。
さあこれで、はい、鐘の音に惹かれて新しい仲間も来てくれたみたいです。これでますます畑作りがはかどりますね。ひとまずキリアさん、新しくやってきた仲間の方々に声をかけてあげてください。はい、さあこれ仲間に入れて、これはこれなんかヒースに似てないですかね。ヒースにかなり似てる男の子と、そして釣り目の女の子、話しかけてみましょう。こっちの人に話しかけてくださいマークがついてますけど、先に女の子と話そうとしたら何も言ってくれない。まあ、いっか。こいつはなんだ、ずいぶん綺麗な木だべ。それに大きな畑もあるべよ。かくがくしかしか。ぬほ、農園ば作って島の新しい胎児ば育ててる。そいつはどえらいこった。教団の関係者の皆様、ここだべ。ここに異端者がいると。いやいやいや、俺たち教団のためにここで何が起きてるか探らねばなんね。探って教団の皆様に報告するだ。何、教団側なのかこの二人は。その探りば入れてる間にちょっくら畑も耕させてもらうべ。ほんのちょっくら、ちょっくらだけだべ。この人もヒースみたいに、畑を耕してるうちにこっちの味方になったりしてくれるのか。さあこれで新しく二人の農民が加わった。さあそしたら、おおお、あ、そうか、ババンコの実のせいか。さあそしたらこれちょっとみんなの、部屋を作ったりとかしたいところですが、その前にこのババンコの実をどうにかしないといけない。そしたらこのババンコの実を囲めばいいのかな、これ。どんな感じなんだこれって。一回壊さないとダメか。これってこんな感じで、うわぁ、あ、斜めはいいのか。ババンゴの実を壊せたんですね。すごいです、キリアさん。島のみんなを苦しめてきた実を、まさか本当に壊せるなんて、私、感激です。実はあと4つあります。この調子で残りの実も壊してください。はい。うわ、なんか、小麦の種。へぇ。これで戻して、あとババンゴの実はどこだ？こっちの方にあったっけ？あった。またこれ、ここら、壊さないといけない場所に。これ叩いても、ババンコの実は壊れないのか。そしたらこれも同じように囲んで、おお。これだと、あ、ここにあった。さあ、これで、よし。あ、ちょっと待って、待って待って。水が溢れてきてしまう。こうやって、よし。これであと一つはどこだ？あった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 。間違えた、叩いちゃった階段。ここに、そしたら、ここをこんな感じで塞いで、よし。さあこれで実を全部壊せたんですね。すごいですキリアさん。これでこの風もどうにかなるといいんですが、風の原因はまた別ですよね多分。ひとまず副総督さんに知らせに行きましょう。はい。さあこれで、さあそしたら副総督、ぬう、ババンゴの実をすべて壊したのか。これで、あるいはなんだ、わーわー、皆さん空を見てください。このチャコはまた変化が現れる前に気づく能力を発動している。おおおう、鎖風とやらが晴れたみたいだぜ。ぬおー、キリア、よくぞ、よくぞやってくれた。これで農園が腐らずに済んだぞ。キリア、よくやった。お前のビルダーの力、なかなか素晴らしかったぞ。我々ハーゴン教団は、恵みの大地と島の大地を完全に破壊し、島に二度と実りが生まれるようにした。そして島の人間にも一切のものづくりを禁止し、我々と共にさらなる破壊を行わせたのだ。破壊の権化たるわしはそれが当たり前だと思っていたが、あの胎児の若木を見たとき、死んだはずの大地に命が宿るのを感じ、わしは驚いた。そして
大樹の若木やキリアのものづくりを見て、わしは考えてしまったのだ。そうか、それで貴様は木を見て気が変わったって言ったんだな。わしの知識は貸してやる。大樹の若木を育て上げ、わしにもっとものづくりの力を見せてくれ。教団の副総督にまでこんなことを言わせるとは、ビルダーっていうのはやっぱり面白いな。ビルダーよ、大樹が完成する前にまた鎖風が吹いたら、同じ方法で身を壊し、農園を守るがよいぞ。ほう。それで、大樹を育てる次なるお題ってやつはどうなった？さっさと教えろよ。くそうであったな。今度こそ、大樹を育てる次なるお題を教えよう。心して聞くがよい。さあ、これって、お、たくさんの野菜。五種の作物の種を植えるべし。五種の作物。今、キャベツと小麦しかないですけど、この絵からするとトマトとかネギとかカボチャがありますね。農園に5種類の種を植え、250マス分の畑を作るのだ。250マス。種の種類がまだ足りぬようなら、モンゾーラの島中をめぐって探すがよい。ほう。5種類の作物か。キャベツと小麦はすでにありますから、あと3種類種が必要ですね。そうですね。うむ、この島にはまだまだ種が眠っておるはず。仲間との種探しが当面の目標となろう。ほう。ん？どうしたキリア？こいつに何か言いたいことでもあるのか？何？ここまで一緒にやってきたんだ。正式に村の仲間になれたと？はあ、この副総督に言ってるのか。調子に乗るでない。このわしがビルダーの仲間になるなど。えい、今までの話は全てなしだ。え？なんちゃってまた。またか。仲間であれば副総督などと呼ぶ必要はない。我が名はマギール。お前たちはマギールさんとでも呼ぶがよい。なんなら、マギールちゃんでも良いのだぞ。なんと、副総督マギールが仲間に加わった。そしたらこのマギールちゃんの部屋も新しく必要か？わーい、マギールさんが仲間になってくださるなんて、とっても心強いです。この島にはその昔、農園の発展を祝う収穫祭があったそうです。大樹が育ったら収穫祭を開きましょう。あ、そしたらさっきの祭りの旗、その時に使えばいいのかな。収穫祭だと、なんだかよくわからんが面白そうだ。楽しみだな、キリア。はい。そのためにも、まずは新しい種探しです。やるぞー、えいえいおー。マギールさんもやってる。さあ、これで、あれ？なんだこれ？犬がいる。キリアさん。新しい種集めどうしましょうか？どうやって3種類の種を探せばいいか？この犬に今話しかけたつもりだったんですが、シャコに話しかけていた。かつて島にいたモンゾーラ犬は鼻が利くことで有名だったそうです。犬がいれば種を探せそうなんですけど、いや、犬に話しかけてこれでこのイベントが始まったのか。これがそのモンゾーラ犬じゃないか。て、わわわ、このワンちゃんいつの間に、なんて都合のいい。ん？向こうに何かあるのか？なんだ？あ、種がある場所を教えてくれるのか？このワンちゃん、まさか、大樹の使い的な子なんじゃ。種の場所を教えてくれるんですよ、多分。どうなんですかね。そううまい話があるとは思えないが、どうする？このワンコについていくか？おお、そしたら、おお、走ってた。ちょっと待って。あ、これ近づくと走っちゃうのか。その前に、マギールさんの部屋とか、いろいろ、作りたかったんですが、ちょっと待って。犬が先に行ってしまう。ついてこうぜ。はい。そしたら、まず、この犬が迷子になっても、まずいですし、まあ、野良犬だから一人でも大丈夫かもしれませんが、一応追いかけていきましょうか。ワンワンワン。ここ掘れワンワンみたいな感じで、うわ、こんな道あったんだ。犬が示した先を掘れば、種があったりするのか。お？ほう、あ、これ、前に、何パーとか前に、この、光ってるのを見つけてしまったと言っていたあれか。ここは来たことがなかった場所だな。見てみろ、キリア。この向こう側には行ったことあるんですけどね。どうやら、湿地帯ってやつみたいだな。ここなら、新しい素材もありそうだ。いろいろ調べてみようぜ。はい、ん？
あ、なんか作物が生えてるぞ。あそこに薄汚いネズミがいるぞ。この湿地帯のこと吐かせようぜ。ほう。さあ、とりあえず暗かったので一晩明かしましたが、これはなんだ。ん、あれ、あ、これは草糸。あ、これは作物じゃないのか。さあ、これで湿地へようこそでちゅう。ちゅちゅちゅ、なんでちゅ人間。ニコニコ顔でフラフラとして、世に言うピクニックってやつですか。やつでちゅか。ここはモンゾーラ大湿地でちゅ。湿地で迷子になってもいいように、後ろの導きの玉に触れておくですちゅ。あ、これは導きの玉か。この地の大ネズミやリリパッドは人間に害は与えないでちゅ。道に迷ったら声をかけるといいですよ。ほう。そしたらこれで、お、導きの玉を起動した。うわ、なんか見たことない敵が。そしたらちょっとこれと戦ってみましょうか。このこれは何なんだ。大ナメクジの色違い、どんなだっけな。ドラクエ2はあんまり記憶に残ってない部分もある。さあ、これで倒した。あ、ウミウシか、ウミウシ。ほう、この色違い、ウミウシ。そして何か、バラ、イバラ。これは、いた、出た、小さなイバラ。あ、これでイバラの剣とか作れるんじゃないか。そしたらこれちょっとたくさん持っていきましょう。ん、あ、イバラと小さなイバラ、これは別々なのか。で、武器に使うの、イバラの剣に使うのは小さなイバラで、トゲコンボに使うのがイバラ。へえ。そしたら小さなイバラをもう少し集めていきますか。ちょっとこうやってウミウシをシドウ君に倒してもらいながら、自分はここの素材を集めていく。うお、なんだ、ギズモ。え、あれはギラを使ってきたのか、ギズモ。さあ、そしてこの犬もう、体がしびれた、マジか。この犬もどんどん先に行ってしまう。お、こっち、あ、人がいる。子供と女の子、女の人。これは、ああ、ああ、あなたたちどなたですの。ビルダーのキリアと言います。あ、この子、昔私が餌をあげたワンちゃんね。助けを呼んでくれたんだわ。はあ、薄汚ね女、薄汚ね女って何よあなた、失礼しちゃうわ。可憐なレディに向かって、私と妹は教団の方々にここで反省するように言われて、もう何日もこの穴にこもっているんです。はあ、それもこれもお腹が空いてたまらなくなって、とうとうお料理というものづくりに手を染めたからですわ。それであなたたちは何してる人たちなの。村を作っている人たちです。へえ、あなたたちビルダーなんだ。お友達と農園を作ってるのね。はい。お、そうそうそう、そんな教団の教えに背くようなことを、キャーキャーこいつらも教団の信者みたいだな。農園に連れて行ってビルダーにしてやろうぜ。まあ、それ面白そうね。あたしリズ、こっちは姉のソフィーよ。あたしたちに農園っていうのを見せて。はい。そうそう、もし農園ってところが遠いなら、地図からワープして一飛びで行きましょう。はい。さあ、そしたらここら辺のものって、岩と、あ、これも持って帰れる。捕虜の鎖。ほう。そしたらこの辺のものは、あの副総督、あの副総督の家を作った時に飾りで持っていくか。よし、そしたらこの2人と一緒に、拠点に戻りましょうか。さあ、これでキャー、よかったな。お、みんな集まってきた。あら、私ったら気がついたらこんなところに連行されて、腕まで突き上げて。ここがキリアの農園なんだ。みんなでここを作ったなんて、私ジーンと来ちゃった。マーリズ、何を言ってるの。ダメよ、ビルダーなんかに騙されては。お、私決めたわ。教団なんか抜けてビルダーになる。ここでモリモリ食べ物を作るのよ。キリア、これあげる。甘い匂いがするから拾っておいたの。お近づきの印に。お、キビの種。へえ。ありがとうございます。ソフィーとリズが仲間に加わった。さあ、これでまた新たに一
人が加わりましたね。うお、なんかでっかいハトが。さあこれで、そしたら、新しくさっき仲間に加わった農民の2人と、そして、このあれどこ行った？さっきの姉妹、あ、向こうにいたか。あそこでつっ届かない。あそこで何か作ってる、もしかして料理と言っていたから、ここにあるものを作ってくれてるのか。おお、すごい。このソフィーか。キリアさん、私この農園に来てからお腹が空いて何か作りたくって仕方ないのですわ。これ作ってくれてますね。ここがキリアの農園なんだ。私もお手伝いさせてもらうわ。ここでモリモリ食べ物を作るのよ。おお、料理してくれてる。そしたらここにある野菜を、2人が料理してくれてる。そしたらちょっとこの辺のものも収穫して、それで農園が5種類あるって言ってましたよね。そして、あ、ちょっと待てよ、これスカートでここにいる。ただスカートの中は暗闇だ。これはまずいんじゃないか、大丈夫か。よりによってこの姉妹が使うこの調理場が日当たりのために隙間が空いている床になってる。いいのか、大丈夫か。あとカカシで何か、あ、これで指定できるのか。カカシで、何を作るかを指定できる。そしたらここでキャベツ畑、ここはキャベツ畑にして、ここもキャベツ畑、そしてここが小麦で、5種類あるって言ってたか。そしたら、あ、待てよ、1、2、3、4、5。そしたらここはキャベツじゃない方がいいか。ここはなし、指定しない。そしてこれをちょっと、あ、ここは小麦か、キャベツじゃなかった、小麦にしていたか。この種を取って、そして小麦こっちでも育てているので、ここを小麦にしてもらいたいので、これで、種をこの収納箱に入れておけば種まきもしてくれるということか。あ、昆布もしまっておくか。昆布も料理してくれますよね、多分。よし、さあこれで、あ、昆布取ってくれてますね。名前がちょっとあまり覚えられない。こちら姉がソフィー、姉がソフィーで妹がリズ。そしたら今度この2人、ソフィーとリズの家と、そしてあと新しく加わった農民2人の家、それプラスこちら副総督、副総督の名前マギール、マギールさんの家、この5人の家をまた新しく作りましょうか。多分もうスペース的に相部屋にしたりする必要もありそうですけど、その5人の部屋を作って、あとそれぞれのどの部屋が誰の部屋かというのも指定できるようになったので、そういうのもまた次回やっていくことにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。